ガンダム講座どんどん進むにつれてですね歯を食いしばって富野さんはですねクオリティをあえて下げて作って。 行くんですね。だから、その意味で言えば僕は富野義行というのはですね、ヤンウェンリーだと思ってるんですよ。ジブリの宮崎駿の作り方っていうのはですね、お坊ちゃまの学習院、大学を卒業した人が東洋で一番環境のいいですね、東映動画に就職して、で、その中でやりたいことができないという、極めて贅沢な理由で会社を辞めてですね、<laughs> 言っちゃ悪いけども、やっぱりその育ちのいいお坊ちゃまのですね、ラインハルト・ロエン・グラムなのに対してですね、もう富野義行というのはですね、同盟軍のヤンウェンリー です常にそのベストの状態で戦えないその時にある自分の状況とかを組み合わせてなんとかラインハルトにですね負けない程度の戦をするというのが精一杯だったと富の宗基を僕がすごい評価して本当に僕はあの黒澤明よりはずっと優れたあの映画監督だとずっと思ってるんですけども